ずっと泣いてる。ずっと泣いてる。でここからはちょっとあの友人スピーチというお時間に入らせていただこうかなと思いますので、今日ご指名がございます。ご指名がございます。もうこれはいきなり言っちゃっても大丈夫ですか？もちろんです、もちろんです。僕とメーターの共通の友達でなんですけども、僕が栃木に拠点を置いてる時に、あのこのその人の家に僕3ヶ月間住ませてもらいました。そこを拠点にあのずっと栃木県を活動して、今今日出店してくれてるスマイルファーマーとかがと知り合っていうなんですけども、あそこのその方が住んでたところの家の友達で、メータンが家にご飯食べに来たりだったかな。でその時に初めて会ってバイオリンをちょっと触らせてあげてね。やば、メントメントは言っていただきました。メントメントが出会った方というか、なんていうんですかね、出会わせてくれた、一応キューピッドで、キューピッドみたいな。ご紹介いたしましょう、マリちゃんです。とっても光栄です。いっくん、
ベイタン結婚おめでとうございます。二人の出会いからお付き合い、山あり谷あり、笑いあり、いろいろあったけど、サプライズ誕生日に二人の赤ちゃんが授かった時も飛んできて報告してくれたよね。そんな素敵な時間をいつもプレゼントしてくれてありがとう。これからも三人で笑顔と音楽が絶えないハッピーな家庭を築いてください。せーの、モネとママが大好きなミックンと大好きなメータンが結婚する。これ以上幸せなことはありません。みんな同じ思いでいれば拍手をお願いします。